こんばんは、お待たせしました。こんばんは、いらっしゃい。なんかバグなのかわからないんですけど、枠を立てた瞬間に待機してくれている方がいるのかいないのか、数字的にはいるようでして、ちょっと申し訳なかったなったり、ちょっと早めに開いておきました。こんばんは、いらっしゃい、お待たせということで、3連休、本日から、世間では3連休だそうで、皆様いかがお過ごしか。今日は お休みかな、お仕事かな、どっちでもいいかな。配信ツイートしました。こんばんは、こんばんは、ありがとう、待っててくれたのかな。ちょっとあまりにも早すぎてバグかと思っちゃったよ。ありがとうね、お待たせ。というわけで、本日は、不審者情報という多分ねホラーゲーム、いつものようにねゲームの紹介でもしてから始めようかなって思ったんですけど、英語でホームページが読めなかったです。全然わかんないです。かろうじてアップデートをしていることくらいしかわからなかったです。あとね、操作方法、いつものように WASD で進むらしい。これさえ分かってればいいかなって。あとマウスがカメラなんですけど、何が大変かって、ゲームキャプチャーするのが一番大変だったかもしれない。多分今ね音楽流れてないんだけど、頑張って閉じてる。これね、ちょっと調整してから始めるよ。どんなもん、どうする、こんぐらいでか。ぐらいでいくか。ちょっと愉快な BGM も切りますね。切って、でこのゲーム画面を、僕の見ているモニターに映すとですね、なんとマウスが固定されて、これ以上画面を動かせなくなります。音量がおかしかったら言ってください、調整します。こっからもうね固定されます。これ音出てますかね。今キーボードを落としてる、動かしてる音だけしてるんですけど、カチカチっていう音、これ実は音も音量調整できるので、こっからですね、今一生懸命マウスを動かしてるんですけど、一切他の画面に触れないという、多分ねこれゲーム閉じないとどうにもならないんだと思う。そんな設定があってですね、ここにキャプチャーするのに一苦労しました。ゆえあっての22時開始です。ということであと3分なので、どうする、お話でもする、うるせえ始めろって。そうだね、始めようか。ちょっと早いけど始めるね。どう、大きいかな。音聞こえてなかった、うわうるさいね。そもそも音聞こえてんのかな。これね、バック。こうで。音量大丈夫そうか。そうか。よし。マウス感度ちょっと落とすか、ちょっと激しめかな。このぐらいで今設定してます。大きかったら言ってください。でマウス感度もまあこんなもんで大丈夫そうですかね。で全然読んでなかったんですけど、なんて言ってた、
こう走れるかな、走れない、走れはしないみたい。で金曜日、ちょうど今日ですね、今日金曜日、家に帰ってる途中みたいなんですけど、お、これ、あ、調べる、あ、助かる、調べる。最近不審者が出没しています。怪しい人を見かけたらすぐに警察に連絡を出そうです。不審者いるそうですよ、変質者ね。昨日もここ通ったんだよね、いつも通ってる道なんだね。じゃあ昨日通ったんじゃない、北区、都内ですね。走れないのかな、自販機だ。何買おうかな、なんか買っていけない、このさ時間機のお釣りのところ無駄に押したくならない、なんか出てくるような気がしない。あ、捨ててない、あふれ返ってますね。コーラとなんだろう、ブイチャ、ブイチャがいっぱいある。オレンジジュースがあるね。あ、これなんだろう、一番端っこのやつ、おしるこかな。あ、ウーロン茶的なのがある、クーロン茶だね。あとゴゴティーみたいなのあるよ、水、シンプル水。ここあれだね、エナジードリンクの並びだね。こっからあれか、コーヒールに入るのか、こうボスかな、コーラかな。私の家どこだろう、あ、信号だ、安全、誰かいるよ。あ、こっちか、工事で通れなくなってる、通り抜け、こういうの困るだね、遠回りになるけど向こうの道路、なるほどね、回っていくのか。これ夜間押しボタン式かな、この夜間押しボタン式のボタンってさ結構長い間あるんだよね、あの時間のは。坊さん、お主よからぬものをまとっているようじゃな、くれぐれもお気をつけくだされ。はあ、さ5時くらいまであれなんだよね、夜間なんだよね。え、急に何、よからぬものって、へえ、5時くらいにさ、車道、あ、そうね、車道で話すと危ないね、確かに。まあこの時間ならね車通らないでしょうけどね。ゴミ箱、家どこだろう、公園だ。は？全然見てなかった。わあ懐かしい、この馬みたいなやつ、これ好きだった、あのバネで動くんだよね。どこだろう家、これ走れないんだけど速度変われないのかな、歩くの遅くない、自販機だ。あ、これしょ、うわびっくりした、故障中だって。変質者だ、まあまあびっくりしたんだけど、こっち見てたな。は？気持ち悪いから早く帰ろう。足音聞こえたけど誰もいない、チャリだ。鍵してないよ。家どこだ？まず家どこですか？あ、誰かいる。変質者だ。何してるんだろう？開いてる。玲子。知り合いかな？怖いから一緒に帰ってもらおう。
え？早っ。陸上部か。レイコさん先輩かな。後ろを見て驚いたけど。え？え？おう。あ、動かない。あ、後ろに下がれないね。なんだこいつ。車道行けるかな。こっちからも行けない。あ、ダメだ。通るしかないんだね。さよなら。なんか光ってるよ。え、気になる。アイテムじゃないのかな。これ取れない。なんかね、タブも使えるらしい。取れないのか。取れないらしいです。家どこだろう。そういえば早く家に帰ろうったって家が分かんない。あ、さっきの車じゃない？ゴミ回収車って感じではないね。結構デカめのバンだ。調べる？なんで？調べるか。誰も乗っていないみたい。へえ、路中だ。こういう住宅街ならあれかな、剣切られないのかな。バス停かな。浜北かな。え、家どこ？遠くない？もうバスで帰ろう。え、鍵だ。玲子さん家。へえ。対向車線に向かっ渡ってまっすぐ。対向車線あっちか。え、あ、律儀に信号を通っていくタイプの人か。これダメ言っちゃう。こんな人いないんだったらいいんじゃない。しょうがない、渡っていくか。はい。あ、渡れない。あ、渡れる？あ、渡れない。ここは壁があります。青だ。対向車は？対向車線渡ってまっすぐだっけ。どこだろう。で、今頃玲子さんはあれじゃない？家の前に立ちっぱじゃない？家入れずにいるんじゃないのか？あれ、誰かいない？玲子さんかな？あ、玲子さんだ。やっぱ家入れないんじゃない？鍵落としましたよ。え？あ、伸びた。頭大丈夫？あ、あそこなんかいる？気のせいか。れいこさん家入れないっす。先にも行けないっす。調べなきゃいけないみたい。話しかける。気を失っているようだ。うん、鍵置いて帰るか。は、逃げなきゃ。え、おお、走れた走れた。アパート、アパートどこだろう。あ、体力があるね。下の赤捕まった。救急車。目が覚めると私は病院のベッド…あ、ダメだった。
看護師さんの話によると町内会の方が見回りの中に私を見つけて助けてくれたそうだ。私をつけ回っていたあの男も取り押さえられ警察に引き渡されることとなった。ほっと胸をなで下ろした。あの時もし周りに誰もいなかったら。その考えが心をかすめた。しかし今は安心して日常を取り戻せそうだ。不審者情報の看板もおそらくすぐに取り外されることだろう。へえ。エンディング。あ、でも逮捕はされたんだね。逃げ切れなかったけど。スキップ。エンディング数も何個かある、何個あるかとか確認できてないんですよね。うわ、びっくりした。え、無限脱出機能、え、欲しい。それは僕には欲しいかもしれない。これ今からダッシュできる、これはありがたい。あ、走れる、やったね、いいね。これ見ずにスルーすることもできるのかな。あ、スルーもできる。今回スルーしてみるか。そしたら調べると設定、あれはあれだね、いつも通りだね。なんか変わってるかな。それカチカチしてます。何もなさそうだね。ゴミ漁ってみる。でとりあえずおじさんから逃げれば別のエンディングいけるのかな。工事で通れなくなってると。はい、なんかあるかな。なさそうだね。久保さんスルーとか。あ、スルーはできない。よからぬものをまとっている。そうだね、おじさんがいたわ。ついていってみる。どこ行くんだろう。ついてったら寺あるかな。え、追いかけてみる。なんかありそうじゃない？別のルート入ったかな。どこまで行くんだろう。え、長くない？こっちは帰り道じゃないよね。あ、行けなくなった。ダメなんだ。じゃあ戻ります。信号がもう早くしろって言ってる。行きますね。とりあえずアパートまで行きたいな。道路の、へえ、これすごいな。あ、これあれか、木の影か。自転車のあれかと思った。タイヤの跡かと思った。なんかあるかな。すごい汚いなと思ったら木の影ね。このさ、あれが無人だったってことなのかな。行こうか。ここにいるよ、ほらな。あのおじさんから逃げる。でアパートまでたどり着こう。これスルーできない。あ、できないな。早い。ここはね、この人ゾーリであの速さで追っかけてきたのか。あ、バックで走れるね。こ
だバックで走ったらなんかあるかな。とんでもない速さで走ってるけど。え、車ちょっと気になるな。車を調べて今回はそうしてみよう。で、で鍵を見つけるんだよね確か。玲子さんの家の鍵と。でこっからね、こんばんはいらっしゃい。あ、で信号ね。はいはい、早く変わんないかな。もう渡ってよくない、ダメなの。 OK。 はあ、さっきも引っかかったね。サイドブレーキ、あとでやってみよう。車の話で、レイコさんね。で、こっからね。さっきは逃げれずに捕まっちゃったから話しかける。ん？動かない。あ、そっか。で、これね、バックで逃げれるから、バックで行けるんだよね。これどう行くんだろう。あ、なんか落としたんだよね。これあれかな、玲子さん家の鍵？違う？家どこ？あ、ここ？アパートの鍵、そう、さっきだよね。そうだよね。あ、え、怒られた？あ、救急車だ。うん、町内会の方が見回り中に私を見つけて助けた。エンディング一緒だね。じゃあ、あそこでチャリーンって音が鳴ったら一回戻るか。無限ダッシュ機能。金曜日、今日です。看板見ても見なくても、やっぱゲーム音入ってない？やっぱそうだよな。これね、どうしようかな。一旦閉じるね。これでね、キーボードがね、一旦ゲームを閉じまして、こうして、あ、本当だ、入ってない。こうして、そんでもって起動させると。これでどうだ。映った。オッケーオッケー。これで、これでいけるだろう。どうだ。で、これで音入ってるかな。今はこれぐらいになってます。ちょいでかい、小さいかな。 BGM 上げてみる。で、声も入ってた。
一個開けてみるか。臨場感増してこう。大丈夫そうだね。映ってる。はい。で、調べる設定で。看板見ても変わんなかったから、今回看板見てこうかな。すぐに警察に連絡を。連絡できるのかな。分岐があるとすれば鍵だよね。やっぱ玲子さん家もね入れなかったんだよ。さっき試してみたんだけど、ここはね何も変わらなさそう。お坊さんに話しかけてついて行っても特にこっちは帰り道じゃないって言われたから、ここも変化ないのかなって感じはする。よからぬもの。おじさんがついてたけど。ね。数学路。近くに学校があるのか。ね。で、振り返ってもいない。この自転車ね、鍵がないから盗めるんだよ。やめるか。また倫理観がどうのとか言われちゃうからね。で、レゴさん先輩かな、多分。陸上部並みのダッシュと、あのヒールでよく走るなぁ。後ろを見て驚いていたけど、で誰もいないんだよね。ここね戻れないんだよ。ここから進めない。でこっちにも行けない。車道から避けようと思ってもね、こう出れない。この横通るしかないらしいよ。こう通報できないのかな。おじさんがついてきますと。スルーしてみるか。今回はちょっとスルーしてみよう。車を調べずに。関係あんのかな。でもで、バス停と浜北、浜北ですね。で、玲子さん家の鍵ね。対向車線渡ってます。ぐから信号を渡らなきゃいけないらしい。普通に渡っていいと思うんだけどね。こっち行けるのかな。あー、ダメらしい。レイコさんに鍵を届けなきゃと。普通に帰ったらダメらしいね。レイコさん家の鍵を使いたかったんだよね。あー、使いたかったんだけどね、家に入れなかった。ダメらしい。これなんか落ちてるかな。アイテム拾っていく。もしかしたらなんかお助けアイテムがあるかもしれない。広いね、一軒家。ちょっと古めだけど広い。一人なのかな。とピンヒールだもん。これであのスピードはすごいな。お、動けない。このね、家の中もね、いけないの。で、話しかけなきゃいけないみたい。気を失ってるようだ。で、おじさんが来るんだよ。見つけた。うるせえ。逃げなきゃで。おお。多分どっ
ッカーで鍵を落とすんで、ここで鍵を落とすから鍵を拾います。あとはもうガンダリでしょ。でそこの一番奥が僕の部屋ね。どうだ、お、帰ってきた。思い出した、町内会の会長さん、会長さんが不審者。へえ。鍵閉めた？調べられない。鍵は閉めたっぽいね。会長さん、パン1だったけど。何これ、汚くない？掃除したら？どこ入ればいいんだ？部屋とどっち？こっち？汚っ。読む日記だ。ついに待ち望んでいた日がやってきた。憧れのスクール水着の名称が手掛けた一品をついに手に入れることができた。丁寧に包まれたそのパッケージを開けた瞬間、私の心臓が激しく鼓動しているのを感じた。その生地の感触は私を未知の世界へと連れて行ってくれるようだった。スクール水着の名称って何？私は手に入れたスクール水着の質感に心を、うん？手に入れたんだ。これは私だけの特権ではないはずだ。私以外の人にもこの素晴らしい質感を体験してもらいたいと思う。でもどうしたら他の人にこの素晴らしさを伝えられるだろうか。 SNS を利用して写真やレビューを共有することはできるが、それだけでは伝わらない気がする。もっと直接的にこの水着が持つ独特の魅力を伝える方法はないだろうか。これ誰の日記？ついに決断した。私がこのスクール水着を着用して街を闊歩することで、多くの人がその素晴らしさに気づいてくれるはずだ。この特別な体験を共有するために積極的な行動を起こすことが必要だと確信した。この特別な体験を共有するために、はあ、人々が私の着用するこの水着を見て、その美しさと質感に歓喜することは間違いないだろう。この思いはもう止められない。え、会長の日記？今日は忘れられない日となった。このスクール水着を人々に披露できたからだ。仕事が終わってからの深夜、私は街を歩き回った。深夜ではあったが、出会った人々は皆驚きと称賛の眼差しで私を見てくれた。街灯の下、私の身にまとった水着はまるで月の雫のように輝いていた。明日からもこの活動を続けようと思う。この行動が全ての人々の希望の飛び火になると信じて、スクミズ鬼太郎会長。なんで年齢まで書いてんの？え？これなんで部屋にあるの？地球儀に紛れるゴミ袋。あ、テーブルの上に乗れる。 T シャツしかない。カバーを外す。カレンダー、カバーしかいじれるところがないみたい。カバーを外す。え？いつ見ても素敵。この美しさをみんなに知ってもらわなきゃ。あ、そういうこと？不審者は私？あ、だから玲子さん、玲子さんだっけ？ああ、これあれ、エンディングって
いくつあるんだろう。エンディングがいくつあるのかって分かんないんだよね。 A と B で全部なのかな。あと分岐っぽいものなかったよね。それを踏まえてちょっと改めてもう一回やってみる。なんかいろいろつながるところがあるよね。機能を有効にして、で、これ私が不審者っていう前提条件のもとやっていくとしたら、これ一番最初のお坊さんいたじゃないか。なんでここ早く家に帰ろうって言ってるんだろう。活動終わったからってこと？で、変質者が出没してますと。変質だ。昨日、私昨日もここ通ったんだよねってことだから、まあ、よく通ってるんだよ、すくみずで。あのおっさんは多分普通に会長だと思う。工場で通れなく、まあ、ここはまあ工場は工事だからね。で、このお坊さんが言ってたこともね、よくないものをまとってるって言ってたじゃない。ここね、よ、あ、そう、よからぬものね、もうまとっているようじゃ、くれぐれもお気をつけくだされ。要するに多分別に仏教的なものでもなく、ただ宗教的な何の関係もなく、まとっているとはそのもの言葉次第ん言葉のままってか、その言葉のまままとっている、水スクール水を着てるから、これはちょっと分からない。変なおっさんいないって感じで、あれかな、クラクション鳴らしてんのかな。まあ本当によからぬものをまとっているから、まあ気をつけなはれやってことですよね。で、これは多分会長なんだよ。会長もパンイチではあるか。そういうことね。会長もまあまあ不審な格好ではあるんだけど、ここが田舎だと考えると、ああいうおっさんがいてもおかしくはないのではないか。で、変質者が出没しているっていう情報を出てるから、会長はそいつを捕まえてやろうと、それで多分張ってたんだよ。あ、そう、玲子さん、あれ、玲子さん、で、多分会長は影で見てる、捕まえるタイミング的なものを。あ、ごめん、これは分かんない。なんで声をかけなかったのかは分からない。この時点でさ、声をかければよかったんじゃないのかって思うけどね。この車が一番謎かもしれない。これなんだろう、誰も乗ってない。他調べられないとか。あの車が一番謎かもしれない。で、レイコさんの部屋の鍵で、で、レイコさんが叫んで逃げたのは別に後ろにいたおじさんではなく、目の前にいたおじさんなんだよね。で、レイコさんの家の鍵を拾ったと。会社の知り合いであることは間違いないのかな。
だとしたら会社行けなくなりそうだけど。ああ前からびっくりするね。よくないね。動物出没注意です。気をつけてください。でレコさんね、気を失ったと。え、まあ目の前にすくみず来たおっさんが話しかけてきたらこうなるわ。で、なんだっけ、見つけたらね、そう。まあ声は怖いんですけど、不審者見つけた的な意味ではまあ間違ってはないかもしれない。なんでこんな怖い声を上げて走ってるのかって話ではあるんだけど、わかんないします。まあおっさんだからね、息切れしてるのかもしれない。もうぜーぜー言ってるのかもしれない。で、女性だと思ってたからあまりにも汚部屋が過ぎるんじゃないかと思ったんですけど、まあすくみず来たおっさんの部屋って思ったらまあ自然かな。地球儀ゴミ箱、この地面にモニター置いてるあたりね。なんでこっちに置かないんだって話ではある。こっちにさ、横に並べられない？ワンチャンいけそうじゃない？で、この T シャツだらけのあれね、クローゼットね。これ女性っぽくないもんね。で、カバーを、あ、そっか、日記を見なきゃいけないんだな。スクール水着の名称って何？それは名誉なのか不名誉なのかどっちなんだい？はあ。10月12日にこの変質者は出没してるんだね。で、今日が14日なんだよ。だから2日かけて、スクール水着でカッポしてます。10月って言ったらところによっては寒いよね。しかもこの人62歳です。まあまあ会長と同い年か、あの会長もちょい上かな。人間の年齢わかんないや。で、これとこのサイズのスクール水着あるんだね。頑張るぞいと僕もたまに言ってる。やめてほしいんだけど。不審者目撃情報多発と、そういうことですね。多分別にあれだよね、エンディングは A と B だけなのかな。エンディング A でさ、不審者捕まってたじゃないですか。多分僕が捕まってるんだよね。 A の文章もちょっと見てみる。これを踏まえた上での捕まったパターンね。確かね、病院で目覚めてたんだよ。まあダッシュはオンにしとくか。で、鍵を拾わずにあれかな、アパートまでたどり着くか、まあダッシュせずに会場に捕まるかすればいいか。B を見ない段階だったら A のエンディングの文章がちょっと謎だったんだよね。病院で目覚めて不審者が捕まってるっていうエンディングだったんだよ。これね、よからぬものはまあまとってる。このままあれから僧侶の引いてる時間だったのかな。
が一番謎だな。公園入れる？入れない。すく水で公園で遊ぼうと思ったのに。で、会長もまあまあ誤解を招きそうな格好ではあるんだけどね。挙動も不審だし。挙動は不審だけどいい人なのかな、会長。玲子さんね。で、このピンヒールからこの速度。あ、電話できるかな。あ、できないか。できなさそうです。こっから行けないです。もうね、拾えない。じゃあストレートに捕まってみるか。調べられるかな。何もなさそうなんだよね。で、鍵を拾うと。こっからね。こっから信号を渡ります。はい、はい。で、ちゃんと捕まろう。そしたら多分エンディング A で、ああ、いろいろ見えてくるはず。そうに4度も不審者に会ってるよ、玲子さん。で、ここでちょっと一旦捕まろうか。見つけた。ダッシュせずに捕まってみる。あれ、で、ここの文章ね。あ、クリックしないといけないんだよね。で、救急車と。多分ここに会長に捕まったんだよね。シンプルに。病院のベッドの上にいた。なんで病院なんだかろう。精神病院ってこと。看護師さんの話によると、町内会の方が見回り中に私を見つけて助けてくれたそうだ。はあ、つけ回され、これね。ここはあれかな、主観だからってことかなって思うんだよね。どうだろう。こう、僕はさ、僕っていうとあれだな、語弊があるね。主人公このおじさんはさ、この会長のことを不審者だって思ってるわけじゃない？看護師さんの話を、なんだろうね、ねじ曲げて解釈している可能性もあるし、まあシンプルにそういう病気という可能性もある。だから真実はあえて伝えずに、みたいな可能性もある。うん。取り押さえられて、あの車あれかな、私服警官ってことある？これが本当だったら対応早すぎるもんね。まあ多分主観の話なんだろうなとは僕は思ってる。 A 犯人逮捕と。ということで、思ったより早かった。サクッとできるようでよかった。多分 A と B だけなんだよね。ちょっと調べてみるか。これをね、
ンディングと。不審者情報って普通に入力するとシンプルにあのリアルに不審者情報が出てくるんですよね。でエンディングどれかな。出てくるかな。エンディングの数公式がね英語なんですよ。海外の方が作ったゲームらしくてですね、英語で読めないんですよね。おそらく A と B だけなのかなって感じはしますね。そんな感じっぽいですということで、不審者情報とりあえず終了かな。皆様3連休入りましたが、変質者にはお気をつけくださいという形で、ちょっとアフタートークでもやるか。これを閉じますと。で、軽快な BGM を鳴らします。これいらないかな。こうして、これでOKかな。で、僕をアップで、アップにするか。サクッと終わったね。よかった。何が心配って僕のゲームセンスがなさすぎて一生終われないことだったんだよね。いや、3連休に入りましたけど、皆様、いかがですか。いかがですかっていうのもおかしな話ではあるけれど、僕はね、3連休なくなったことが本日決定いたしました。ありがとうございます。はい、まあいいんですよ。皆さん楽しんでください。お休み、寝るもよし、出かけるもよし、なんだ、ゲームをするもよし、楽しんでください。とか今日はあれなのかな、何の日で祝日なの、調べよう。カレンダーで出てくるのかな。天皇誕生日だそうです。明治天皇の誕生日ですね。あれ、明治天皇でしたっけ。でいいのかな。ということで、ケーキ食べるか。誕生日だしな。金曜で、土曜と日曜、そして月曜お仕事と。天気は明日晴れるのかな。今日はね、なんだか曇り空、あまり天気が良くなかったそうで。天気予報、まあ、せっかくお休みならね、天気の方がいいですもんね。天気予報をお送りします。全国の天気、分かんないか。24、おおむね晴れだそうですね。おおむね晴れのち曇り、鹿児島でちょっと雨が降るかなみたいな感じらしいです。札幌は雪です。あそこはいつになったら晴れるのかな。3月でも寒いのかな、あそこは。25日、また日曜日、雨が降るところがあるそうです。
そうですね、下の方、九州あたりは晴れがあるそうですが、金沢、新潟、名古屋、大阪、あのあたりは雨だそうです。そう、もう終わっちゃう。もう終わっちゃった。ゲームは終わりました。これからは僕の時間です。怖いゲームは終わりました。よければアーカイブ見てね。はい、ということで、なんか話すことあるかな。あ、そうだ、明日ね、明日はですね、昼がですね、僕が、用事があるので、ですね、夜はあるそうですっていう言い方するとあれなんですけど、天気予報しかすることがなかったです。夜は確かあれですかね、ベースのところで何かがあるんでしたっけ。あった気がします、おそらく、きっと。なので、それは多分夜ですね。19時20時21時22時、そのあたりからだった気がします。僕はね、配信は枠立てないので遊びに行く形になりますかね。なので、そのお部屋の方は告知させていただきますので、よろしければ一緒に見ていただけると助かります。何でしたっけ、あの学力テストみたいなものをやるそうですよ。そう、何かがあるそうなんですよ。怖いですね。それが一番怖いかもしれない。提出は無事できました、ありがとうございます。あの22日の何時だっけ、じゃあ22日のそうだ、深夜に配信が終わった後に提出物がまだ終わってないって言って嘆いていたんですけども、改めて確認したところ22時の23時59分までだということで、あ、じゃあまだ時間あるじゃんとなって寝ましたね、あの後。大丈夫です、寝てます。まあね、実はあの日、5時起きだったので正直まずかった。いや、助かった。ということで、僕はちゃんと提出物は出してます、偉いです。出してるので、もうあと、そう、ちゃんと出せました。ちなみに夏休みの宿題はやらないタイプでした。提出したことはありません。なので今回は本当に奇跡みたいなものです。そんな僕ですがね、明日夜にテストの回答が返ってきます。あの瞬間が一番嫌だね。テストなんてさ、終わっちゃえばもう遊びみたいなものじゃないですか。テストの日ってだいたいテストだけやって帰れるじゃないですか。今の時代はわからないんですけど、僕の時代はそうでした。出してないやつなんかいないよな、いないよな。なんでテストの日って正直遊びじゃないですか。違います、僕は一番まともです。たださ、テスト回答返ってきて、このもなんていうんですか、解説みたいな、それ何でしたっけ、回答を照らし合わせる時間、あれが一番いらないですね。終わったらもう次やろ、振り返りはいらない。もう僕の中ではテストは終わりました。なので明日は完全に遊びに行く形になります。友達の家に遊びに行きます、そんな気持ちです。なのでいつもより適当にやってます、人の配信なので。そんな僕を見に来ていただけると
嬉しいかなって。でね、できたら、いや僕が一番まともでは、頑張ったよ。理科が意味わかんなかった。多分ね、ベリス理系なんですよね。理科だけ明らかにおかしかった。あれは僕は悪くない、言っておく、先に言っておく、僕は悪くない。昼間はね、ちょっと配信できたらいいなとは思ってる。これから準備して間に合ったら枠立てようかな。昼といってもあれだな、昼過ぎだね。夕方差し掛かるかもしれない。僕が昼と言ったら昼なんだ、いいな。てな感じになるかなって思いますね。オリオはやってくれたよね、罪のないトナカイを巻き込んで人間と同じ土台に立たせようとする、あれは良くないな。動物のレベルにまで落としてくれてな感じですかね。1時間が経ちました。トークを10分15分くらいで先延ばして1時間経ったので僕は配信閉じようかなって思うんですけど、何か言うことあったかな。なかった気がする。まああったら X とかで告知するので、いつも通り通知のオンと、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで本日は短いですか、ご視聴ありがとうございました。まあ最近長時間が続いていたのでね、こういう日もあってもいいのではないかと思いますよね。ということで本日はこれにて終わりたいと思います。ではまた明日を。じゃあね。